10月16日、今日は冠山越えて福井まで行きます。越前の国、8時20分出発しました。これから417揖斐川から冠峠へ向かって走っていきます。1時間で横山ダムまで来ました。山はちょっと色づきかけたという感じですね。山ダムまで来ました。1時間半かけて。冠山峠を越えました。樽入れてから1時間半で福井県に入りました。またトンネル、福井の池田町に向かって走っています。池田町を越えると今立て越前市竹府に入ります。高速で来るより早いですね。しかし道は悪いですから慎重な運転が求められますね。またトンネルです。タリーを出てから1時間40分桂橋まで来ました。おー、桂で編んだ橋ですから桂橋と言いますね。この先にかかってます。向こうにも駐車場、こちらにも駐車場があります。今日はこのマイクロで来てます。すごい、すごい昔の池田町の古いものが置いてあるそうです。一両谷朝倉記念館に来ました。これが一条谷ですね。ずっと奥まであります。朝倉市は1467年応仁の乱で統一して越前を統一したんですが、1573年に織田信長に攻め込まれて
滅びました。西城下町の入り口からここ入っていったところが西城台の城下町です。では、向かった行こうと思います。皆さんご存知の方いらっしゃるかもしれませんけども、ここに城門があります。城下町に住むとですね、こういった石が倒れていられます。ここが朝4時間の1分しかで10分とか60分です。ここからが一条谷の朝倉遺跡跡です。こちらの山が山城で、1471年から1573年、103年間5代にわたって栄えたという。この川が足場川に流れ込んでいます。この川沿いに集落約1万人の住民がいたというふうに伝わっています。朝倉巨館、こちらが町並み再現。この家はみんな板吹きでしょう、ね。瓦はない。瓦ない。一条谷の建物を復元しています。屋根はみんな石を乗せた板葺きですね。こちらは藍染めのお店、こちらは武家屋敷ですけど、中はスカスカガランドですね。屋根に石を乗せています。
ちらが武家屋敷で、こちらが町人屋敷ということですね。発掘の後の建物を再現したということですね。みんな、これは発掘された、あれは井戸の跡とか、両側が山で真ん中に川が流れて、あの山が山城になってるんですね。しかし100年の夢が一瞬のうちに織田信長によって焼き尽くされるということですね。これはすごいわ。これはすごい。まだ出もあるか。で、こういう座敷があって、ここと、あれやね。正面が朝倉巨漢です。それから運転手でバーバー置いてこっち行けないか。これは朝倉巨漢の庭園ですね。この道沿いに集落があったということで、唐門まで来ました。三つ木湖あちらにお墓、吉影公のお墓が残されていますね。後からできたもんでしょうね。ここはもう織田信長に焼き尽くされて。